わざわざご視聴ありがとうございます。うまくもないけど下手でもないハム太郎でございます。はい、これどけそこ取りの、ね、使用率ランキングいやこれコラボストライクやーんっていうねコーディリアちゃんだけだよ工場キャラね、やばくね。はい、そこにね今度から夜さんも入ります。じゃあ夜さん見せていきましょう。夜フォージャーちゃんアルファ、超ワープ、マイスイエム、超アンチ減速壁、毒無効、この超アンチ減速、私好きですよ。で、アンチ転送壁と、ウォールブースト。まあ、エームとかじゃないんだよね。ただのウォールブースト。SS がね、めちゃくちゃ強い。それは後で言うわ。はい、友情コンボもやばい。ハイプラズマがね、めちゃくちゃ稼ぐし、まあ、超絶爆破拡散弾は、まあまあ、悪かないかな、ぐらいかな。仕事で言うと。まあ、とにかくハイプラズマの友情の方が強いです。でやっていきましょう。そう、サブ含めてね、まさかの4体当たっちゃったんだよね。うん。今回のコラボで唯一の4体当たり、ヨルさんです。ありがとうございます。まずはサブを落とすぜ。よいしょ。じゃあまあ、とりあえず初手はいいや。初手は普通にやって。はい。さあ、いきますよ。ハイプラズマのそのスペック、お見せするときが来た。いくぜ!よいしょ!はい、綺麗。すごいな、やっぱさ。ジョリーンの時も思ったけど、ハイプラズマは強いよね。あ、もちろん最初はヤクモだけどさ。ヤクモちゃんも強いけど、反射じゃん?貫通の方がさ、こう、縦横無尽な感じがしてめちゃめちゃ威力出るんだよね。あ、これね、3P だけ挑戦権解放してません、ご了承を。この 3P だけね、アカウントがめちゃくちゃ弱いんですよ。そういう理由です。これは、殴りに行っちゃうか。夜さん、アタック。あ、ミスったぜ。難しいね。で、ザコのザコ倒したら、ガンガン削っていこう。どけそこ取りさ、どうしてこんなにコラボを入れるんだろうね。一番最初にいたのもだってさ、最初の適正で言うと、鳥丸先輩とさ、あとは、天元か。天元がいたけど、それでもだよ。入れすぎ案件。コラボ入れすぎ案件?よーくないよ。ここまでコラボに頼るのはよろしくない。強いね。はい、じゃあ、ステニーも突破でございます。で、まあ、今んとこだよ。今んところ、鳥丸さんより多分強い。鳥丸さんより強くて、三ツ矢くんの方が雑魚処理はしやすいかな。でもこの友情コンボが強いからな。ほら、三ツ矢くんもさ、友情で結構仕事するけど、ハイプラズマはその火じゃねえぐらい強いからさ。こうワンチャン友情で結構削れたりするんじゃねえの、ボスも。はい。はい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 。はいはいはい、ああ、当たんねえわ。ごめん。はい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 、言っただけだった。そしたらちょっと上に集めるか。いや、下でいっか。これだったら。ちょっとこんな感じで、そっちに行ってもらって。黄色か。黄色はまずいか。いや、一段階目見せるわ。黄色なら黄色でやりたいことができる。はい、これ。適当だよ。とっても嬉しいです。どけそこ取りがすごく簡単になって、とっても嬉しいです。あ、倒しちゃった。ごめん。強すぎたわ。なんかごめん。この後、動き回ってからさ、なんだこの壁のパネル赤の状態で、ボス必中なのよ。そんなの強いに決まってるじゃないですか。8ターンだぜ。8ターン。あっちゃいけないことだよ。ここも、ウォルブスはマックスなんないけど、さっき見したかったところ見したいからさ。で、弱点逆側だけど拾えるでしょ。夜さんなら。あ、拾った。かな?わかんねえけど。これよ。これがこのクエストにおいて強すぎる。8ターンだからね。すんずらんねえ、ほんとに。よいしょい。あ、ミスった。あ、でミスっても、プラズマでちょっと削ってるね。そうだ、プラズマでガリガリ削ってみたいね。さっきそれやろうとして忘れてたわ。ちょっと今からですけど、キャラ上に集めよう。うん、俺集めよう。1P、2P、3P。あ、いいね。あ、家番勘弁。いやー、それは倒しちゃうんじゃないか。そんな入れ番いらない、今は。
2フレぐらい、これで Just Moments OK だね。あ、 OK じゃねえ、やりたかったのはこれなんだよね。やりたかったのはこれなんだけど、ごめん、今からできるわ。ちょっとね、今色間違えた。いくぜいくぜいい。まあ、このぐらいの HP だからね、普通にサクッと削れちゃうと思うけど、思うけどもだ。おら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 、オッケー、綺麗になってく。ワクワクさんだぜ。はい、じゃあ次のステージやっていきましょう。こいつね、マジで強えわ。行かれてるとまで言わんけど、いや、行かれてると言ってもいいかもしれん。はいはい、はい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 。サクサクさんだね。サクサクさんとワクワクさんだ。お、SS 溜まったね。そしたら 1P と 4P は取っとこうか。1と4取っといて、2段階目で、ボスをダーンってぶっ飛ばす感じで使っていきましょう。よし。さあ、ボスです。どけそこ取りね。運極にしてからは全然やってなかったから、ちょいちょい微妙なショットあると思いますが、ご了承。これちょっと打っていいっすか、先輩。まあ、あれに加速していく思い。1段階目だよ。弱点効果アップするか。それ次第。倒せ。全部倒せ。あ、てか、アップしてないのに。アップしてないのにめっちゃ削ってる。からの1段階目で、ワンゲージ持ってったらすごい。あー、惜しい。でもこれで1段階目。最初から弱点効果アップしてたら絶対どっかそこ耐えれてない。神かよ。はい、ボス石突破。俺も爆笑。いやー、夜さん来てるね。これ1段階目じゃねえよ今の火力。はい、じゃあボスに青か。青だと面白いことは別にできないか。次 2P でしょ。 2P が動く。うーん、そうだね。そしたらこんな感じで置いといて、ここで SS 打ってみようか。どっちかっていうと友情メインで、一番左に行くまで火力上がんないから、ちょっと角度は強めの方がいいかな。こんなもんか。とってもハッピー。上がった、いいね。雑魚処理からの弱点が出てきて、追撃、あー位置悪い、入んねえわ。入んないけど十分だわ。あれだ、三ツ矢くんより強いな。うん、三ツ矢くんより強い。反射になってるからもうこのままでいいや。それい、弱点なんて関係なく削っていく。これが夜さんスペック。よいしょ、持ってったね。偉いわ。じゃあラストゲーやっていこうか。2段階目が溜まってるからね。2段階目が溜まってるのと 3P がもう溜まりつつある。いや、グロいね。青か。青は微妙だな。でもちょっと打ってみたいな。でも青だと2フレで止まんなきゃダメか。絶対 4P で決められちゃうから、あえて今打つ。角度つけすぎたかな。あ、つけすぎたわ、ごめん。黄色じゃ無理だよな。お、ゾンビ倒した。えら、えらい。そしたら2手かけてワンワン倒して、ラスト SS でおしまい。いいんじゃないですか。見ていらんかった。あれ？あれ？なんかミスった。何かをミスってしまったみたいだな。そしたら、スーパーご両親まで。この状態だったら多分、ワンワン殴れるべ。あ、でも倒せないかな。あ、倒せるんだ。いや、優秀かよ。
さあラスト、壁3つだね。壁3つフレーのワンチャン追撃だけでいけねえかな。薄くいって左にこう真ん中辺に止まる、止まれ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 、あー強すぎた。そうだよね、ごめん。ご視聴ありがとうございました。ハムタロでございます。いや多分ナンバーワンだ。あ、お前がナンバーワンだ。バイバイ、ありがとう。